口下手でコミュニケーションが苦手なところがあるのですが、西野さんからアドバイスを教えてください。あ、これめっちゃ簡単で、まあいろんなところで言っているんですけれども、基本的にはお話しするのが苦手な人はもうディフェンスに回った方がいいですよ。あの、受けに回った方がいいですね。話すのって難しいじゃないですか。だって話しかけてさ、結局話が盛り上がらなかったらその責任取らなきゃいけないじゃないですか。っていう、えっ、ー、と、恐怖があるから話しかけにくいんだと思うんですけれども、えっ、ー、と、ディフェンスに回るどういうことかっていうと、受けに回るどういうことかっていうと、基本的にはもうよく笑うですね。よく笑う人のところに話しかけられるんで。 よく笑う人が一番話しかけられるんで。だってそうでしょ。例えば指コングさんが話しかけたい、誰かに話そうと思った時に、誰に話しかけますかムッとした顔の人に話しかけますかそれともニコニコした人に話しかけますか自分が、えっと、この話受けるか受けないかよくわからないっていうふわふわした話持ってるとするじゃないですか。厳しい顔した人に話しかけますかそれともなんか笑ってくれそうな人に話しかけますか絶対に後者じゃないですか。つまり、えっと、ニコニコした人が一番話しかけられるんですよ。一番話しかけられるってことは一番相槌打つ回数が増えるんですよ。一番相槌打つ回数が増えるってことは一番話 回数が増えるってことですおのずとおしゃべりが上手くなるんで基本的にはよく笑うっていうのが一番お話の能力を上げる上で一番あの有効かなとか思います